霞ヶ関北3丁目にやってまいりました玄関です。濃いめの茶系のシューズボックスが玄関を引き立たせます。そしてトイレです。トイレはコンパクトに清潔に設置されております。はい、続いてまいりましょう。リビングです。リビングのまず隣の和室です。明るくてしっかり日差しが入る和室になっております。収納もしっかりございます。はい、続きましてリビングです。明るいで大きな窓があって、明るくご家族を迎えするリビングです。折り上げ天井のこの色彩がですね、このお部屋の格調を高めてます。はい、キッチンです。キッチンの方も後ろがしっかり余裕が取られておりまして、システムキッチン、この水跳ね防止の若干高いカウンターがいいですね。そしてレンジフードに三つ口のガスレンジと、そしてこのように奥様が大変お食事など時間をですね、有効に使っていただくために食洗機がついてます。そして洗浄機付きの浄水機能付きのシンクです。そしてここの勝手口がいいですね。勝手口がありますと、やはり生ゴミなんかのですね、出し入れが非常に直接できますのでいいですね。はい、洗面所です。大きめのですね、三面鏡付きの洗面台がございます。続きまして浴室です。浴室乾燥機能付きの24時間換気がありまして、一つの壁がですね、同じトーンで施されました濃いめの茶系のですね、壁面でしっかりと浴室をレベルアップしております。続きまして2階行ってみましょう。はい、2階です。白い階段が2階を、どんな2階か楽しませてくれてます。ワクワクですね。はい、まずおトイレです。このように2階も1階と同じようにコンパクトでしっかりとしたトイレとなっています。はい、まず1つ目のお部屋です。わー、明るいですね。このようにバルコニーへ直接出れます。バルコニーも前が向けてますので非常に日当たりがいいですね。はい、このお部屋の特徴は近くのスペースにプラス、ここにこのような大きなクローゼットがついているということです。続きまして真ん中のお部屋行ってまいります。はい、このお部屋からもバルコニーへ直接出れる大きな窓がついてます。そしてここにも収納力バッチリのですね、クローゼットがあります。お子様のお部屋に行ってこいですね。そしてここはやはり天井が平らでなく傾斜天井で、部屋を広く見せる工夫もされています。2階のホール収納もあってですね、やはり2階なりのいろんな品物品が集まって溜まってまいりますのでありがたいですね。続きまして大きめのお部屋です。ここは将来ご家族の皆様が、お子様が成長された時に一つの部屋から二つの部屋に分割できるようになっています。ですからドアも二つ、クローゼットも二つございます。そしてここの特徴はこのように天窓でございますね。天窓、昼間は明るくお部屋を照らし出します。夜は星空が見えて天体観測など非常にお子様が喜ぶ
部屋となっております。続きまして大きなお部屋からのバルコニーです。見晴らしもよく、このようにしっかりと日差しが降り注ぎます。非常に白をベースにドア関係が濃いめの茶色のですね、扉を使ってですね、印象が高い非常に邸宅でございます。